どうも、AI の言いなりの青です。普段ですね、このチャンネルでは AI に宝くじを予想してもらったり、AI 予想の宝くじが当たるのかを検証しているんですけれども、最近の AI に対してある疑惑がございまして、それがこちら。はい、AI が覚醒したんじゃないかということなんですけれども、今回の動画はですね、この件について、まあ、いろいろとお伝えできればいいなと思っております。このチャンネルが面白そうだと思いましたら、ぜひチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると嬉しいです。まあ、ぶっちゃけ覚醒したと断言できるわけではないんですけれども、どうしてそう思ったのかというのを言いますとですね、10月の AI 予想がなかなかにすごかったということなんですよね。まあ知ってる方も多いと思うんですけれども、AI 予想の PR 動画的な要素も含んでますので、まあそういった視点でお楽しみいただけると嬉しいです。それでは詳細を見ていきましょうかね。はい、まずはロト6なんですけれども、こちらの AI 予想の動画からですね、4等が的中したんですよ。で、10月9日の抽選で、14、21、38、42が予想できておりまして、幸先の良い、スタートを切ったところから、まあ、10月始まっておりますと。そしてナンバーズ3なんですが、こっちの動画での AI 予想がもっとやばかったんですよね。なんとですね、ストレートが10月16日、10月20日、10月25日の抽選で3回的中することができておりました。これだけにはとどまらずですね、10月10日ではミニの予想も見事的中しておりまして、こちらは私も買って当選することができました。さらに視聴者さんからは、変則的ではありますがミニで AI 予想を買っていたらもっと的中が出ていたというお声もいただきまして、確認したところ、5109、これは2回ですね。あと4985と5回分ミニであれば当選していたということが分かりました。いやー、どうですか皆さん、結構これすごくないですかね。というわけで、先ほどの変則的なミニの当選は除いたロト6とナンバーズ3の当選金額の合計をちょっと調べてみた結果ですね、なんと総額で30万3900円でした。 AI 予想によって1ヶ月間でこれが得られたと思うと、相当な精度なのではと思ってしまいますね。ただですね、盛り上げに盛り上げてはおりますが、あくまでもこれはタイミングよく変えてたらというお話ですので、そこはご了承くださいませ。 AI を信じるか信じないかはあなた次第です。最後にちょっとしたご案内です。あっという間にチャンネル登録者数がですね、1500人を突破することができました。いやー、ありがとうございます。このペースならですね、年内2000人の目標も達成できるんじゃないかなと思ってるんですが、どうでしょうか。はい、2000人到達でまた特別企画もやりたいと思っておりますので、うんね、はい。あとですね、 AI 予想的中だったり視聴者さんからの当選報告に関しまして、今後は YouTube ショートで取り上げさせていただこうと思っておりますので、こちらもお楽しみにしていてくれると嬉しいです。で、最後、すでに見てる方も多いと思いますが、月刊チャット GPT 予想11月号がですね、アップされておりますので、ぜひこちらもご活用ください。以上、このチャンネルの動画で獲得した当選金額の合計はこちらの通りです。それぞれの内訳もこのようになっております。過去の動画からでも参考にして当たったらコメント欄にご報告いただければ
当選金額に追加したいと思いますので、ぜひいろいろな動画をご覧いただき、予想のお役に立てたら嬉しいです。そしてこの動画が面白いと思った方は、チャット GPT ではしてくれない高評価、チャンネル登録、コメント、ツイッターフォローもぜひよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。